カルーセル真紀さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。藤恵子さんと親交が深かったカルーセル真紀さん、富士山の本名が安倍純子さんというところから純べと呼ぶほどの仲。他の人とは全然口聞かないんですよ。それで赤坂にね、事務所がありまして、レッスンしてる時に純べが来た時に、真紀さん久しぶりね、お元気って私には違ったんですよ。でも他の人たちは喋ったことないよって言ってましたけど。人見知りで、あまり周囲に馴染めなかったという藤恵子さん。そんなある日、カルーセルさんはある頼み事を受けたそうです。日曜日のハラハラサンデーっていう番組があって、もう歌手ばっかり、すごい歌手が出てて、それもずっとレギュラーだったんですよ。で、純明がその宇多田ヒカルが生まれた時に楽屋連れてきてたんですよね。それでちょっと私の楽屋に来て、真紀さんちょっとお願いだけどって言うから、どうしたのって言ったら、ちょっとヒカル預かってくんないって言うから、やだ私子供なんか育ててたことないし抱いたこともないのにね、やだよって言ったら、なんか用事あるのって言ったら、うん、ちょっと麻雀したいのって、これ言っていいのかしら、ずいぶん勝手なお母さんですよね。ほいで何時ぐらいまでって言うから、その番組終わってからね、はい、ちょうどテレ朝の前に地下に雀荘があったんです。私たちよく使ってたんです、そこ、はい、で2回預かったんですよ。それでまた麻雀って言って、やだ女だねって言いながらね、あんたのお母さんだね、お母さんだね、麻雀やってるよって言いながら、マナ娘ですよ、それを託すっていうのは、この私に他の人で、ね、女のマネージャーもいるだろうし、誰かに預けられるだろうと思うんだけど、マキさんお願いってね、2回預かったんです。私信頼しきってたんですよ、抱いてまして私、なんと預かったのは、富士山が32歳の時に誕生した宇多田ヒカルさん。さらにこんな頼み事も。で、この「ギナ流れ歌」っていうのをね、もう裏どっちを便民だか映画だか分かんないんですけど、純べが持ってきて、「マキさん聞いていいよ」って「どうしたの？」って言ったら、「どっちを便民ですか？」って今揉めてるんだけどって言うから、私両方聞いて、「ああこれいい、あやこれギナ流れ歌好き、じゃあ決めた、これ英名にしよう」って。それはね、非常に得意な例ですよね。だからお年には考えるとね、私に来て、普通は事務所が決める、レコード会社が決めることでしょ、私に持ってきて聞かせて、どっちがいいって聞くから、気の流れ歌がいい、絶対こっちが A 面にした方がいいっていう。で、私銀座の姫ってとこにいたんですね、山口洋子さんの店に。で、そこバンドも入ってたん でそこで歌うとホステスが泣くんですよ。私はもうこの詩がとっても好きで、それもアギヨコさんですね、詩はアギヨコさん、作曲は尾崎龍造さん。あのカップルですか、あのカップルでこの曲っていうのがちょっとすごいと思いません、